県庁で開かれた出発式には、警察官などおよそ40人が参加しました。県内では今年に入って、昨日までに225件の交通事故が発生していて、去年の同じ時期に比べ83件減っています。一方、高齢者が絡む事故の割合は、去年より1割以上増え、50% を超えています。今年事故で亡くなった8人のうち6人が高齢者で、そのうち3人が道路を歩いて横断中でした。警察は新学期などで歩行者の事故の増加が予想されるとし、運転をする人は歩行者優先の安全意識を高めてほしいと呼びかけています。しっかり歩行者を保護するという車の運転手の立場の保護意識の醸成に含めまして、譲ってもらった歩行者がしっかりお礼をするということでですね、譲られた方が気持ちのいい交通環境を実現していきたいと考えております。春の交通安全運動は15日まで行われます。